上川市長上川合同庁舎、上川市長は、かつて北海道に存在した市長の一つ。市長名は、石狩国上川郡に由来する。四市、十七町に村を所管しており、隣接する旧ルモイ市長、旧宗谷市長との結びつきが強かった。市長所在地は、旭川市。2010年4月1日、上川総合振興局に改祖。道内における、 上川市町の位置北海道のほぼ中央、東西を山地に挟まれた盆地帯にあり、南北に細長くなっている。内陸のため、冬は非常に寒く、夏は比較的高温になる。山岳河川盆地と谷夏のフラノ盆地気温降水以下は、旧上川市町間内における都市雇用圏の変遷である。一般的な都市圏の定義については、 都市圏を参照のこと。なお、この表のワッサム町から、下の部分が、常に東北とされる、塩刈り芸北の市町村である。また、朧金内町は、振興局への改装以前は、空地市町に属していた。上川市町の自治体1、旭川市、2、市別市、3、名寄市、4、富良野市、五、高須町、六、東かぐ町、七、東間町、 八ピップ町。9、愛別町。10、上川町。11、東川町。12、美英町。13、ワッサム町。14、県淵町。15、下川町。16、上富良野町。17、中富良野町。18、南富良野町。19、シムカップ村。20、美深可町。21、おとイネップ村。22、中川町地域分けをすると。 北緯44度付近の塩刈峠以南が同王に含まれる場合があり、遺北が常に同北とされる、多種多様な作物が生産されている、食材王国である。ありがとうございます。